おはようございます。セイトラベルです。石垣島2日目の朝を迎えました。で、現在朝のぴったり6時です。6時なんですよ。で、なんでこんな早く起きたかっていうと、まあ、せっかくアートホテルに泊まってるんで、まあ、アートホテルに泊まった場合はこの裏手にある日賀豆腐さんに行こうと思ってるんですよね。で、昨日めちゃめちゃ焼肉食べたんですよ。あの石垣牛を山盛り食べて、ちょっと胃もたれがするんですよね。で、僕がアートホテルさん泊まるときは、まあ、朝ごはんつけないようにむしろしてるんで、日賀豆腐さんの方にこの後、まあ、車でちょっとお母さんたちとね、一緒に車でみんなで、はい、向かいたいと思います。今日は晴れてます。今日結構晴れてます。はい。で、朝ごはん食べた後、お母さんたちはあのシュノーケリングのツアーに行きます。で、私は午前中ちょっと仕事したいことがあるので仕事して、で、昼ごはん一緒にみんなで食べに行って、その後ちょっと買い物してという形を取ります。夕暮れなモール久々にね、はい、行こうかなと思ってますんで、お付き合いください。まあでもだいぶ今日はいい感じ。昨日ちょっとね、パラパラと雨降ったり、雲暑かったりとか、あとカビラ湾のあのね、はい、グラスボートもダメでしたね。強風のためというぐらいダメだったんですけど、今日はパッと今見た感じ、非常に、はい、太陽も、はい、出てるし、風も全然吹いてない感じなので、はい、今日はいろいろといけるんじゃないでしょうか。ではでは、今日も一日、まあ、そんなにこうね、がっつりどっか行くとかではないんですけど、買い物したりとか、あとご飯、昼、朝、昼、夜と、はい、いろいろなところに行こうと思ってますんで、お付き合いください。明日は竹富島に、はい、行きます。もうぐちゃぐちゃです、もう、はい、スケジュールがで、まあこれ終わったら、石垣終わったら、まあ当分東京に2週間ほど行って、そのまままたちょっと海外の方に、はい、行こうと思っているんで、そちらも楽しみにしといてください。眠いわ俺。昨日ご飯帰ってきて9時ぐらいでしょ。で、ちょっとシャワーパッと浴びて、今も浴びたんですけど、軽く。はい。めちゃめちゃ爆睡してましたね。飛行機あんま出れなかったんですよね、実は。なんか、飛行機、まあいいや、通路側だとやっぱ寝れないね。やっぱりこう窓際に行かないとダメですね。僕トイレ行かない派なので、窓際の方がトイレ行くとき、やっぱ前通りはるもんね。あの時にちょっとやっぱ起こされたりとか、ちょっとやっぱ気になる横かとこう何人もと、僕2列目やったんですよ。結構横の方がね、はい、横バーっとこう通ったりとか、変に飲み物ですみたいなやつをやられると、全然寝なかったね。はい、石垣島結構ね、遠いんですけど、ふわっとしか、寝つぶるぐらいしかできなかったんで、昨日爆睡しました。で、今日は元気ありますんで、はい、お付き合いください。では行ってきます。それでは出発しましょうか。よいしょ。よいしょ。はい。で、僕はエコ掃除の方にしましたね。はい。簡易バージョン。ちょっとさすがにね、バスタオル変えてくれないのは嫌なので、バスタオルとか変えてくれる簡易バージョンにしました。そうすると500円戻ってきます。よいしょ。なんかさっきおかんたちの声みんなしてたんで、多分もう降りてると思います。早いね、みんなもう70を超えるとみんな早い。僕はたまたま昨日早く寝たから起きれたけど、ではちょっと車で行きましょう。歩いても行けるんですけど、車で行きたいと思います。さあ、無事に到着しました。豆腐の日賀さんです。現在6時半前なんですけど、もう並んでます。結構並んでますよ。よかった、ちゃんとね、朝早く起きて。さあ、では朝ごはんいただきましょう。久々の豆腐の日賀さんです。優しい味。こんな感じの店内というか、まあ、ゆったりと、はい、座れて食べれますね。嬉しい。何にしようかな。油脂豆腐やろ。そら油脂豆腐にしようかな。そんないっぱいいらないんで、超特大から小まで、小大、特大、超特大まであるんですよ。
で油脂豆腐のそばの方は中と大しかないんですよ。でまあ当然油脂豆腐のセットにしようかな。そうですね。で小から大に行くねんね。で特大超特大はないから小でいいかな。大もいい、難しい、ちょっと考えます。さあどうしようかな。油脂豆腐のセットこの間食べたんで、じゃあちょっと変わったかりゆしのこのセットにしようかな。こちらにしようと思います。これの小にしようかな、プラス150円。これね、150円のかりゆしセットにしましょう。来ました、来ました、素晴らしい朝食となってます。見てくださいこれ、美味しそう。さあそしてこの豆腐にちょっとねお味噌をちょっと振りかけてこのご飯と食べるっていう、美味しそうわこれは。優しい味やで絶対。ではいただきましょう。さあではいただきましょう。ちょっとね味噌をかけていただきます。美味しいわこの油脂豆腐、マジで卵もふわふわ、これは美味しい。それではランチの方に行きたいと思います。よいしょ、とりあえず公設市場夕暮れなモールの方に行きましょうかね。いてててて、なんかおかんたちも、はい、シュノーケリングから帰ってきたんでロビーで合流したいと思います。よいしょ、天気もね今日は良かったね、晴れてきましたね。よいしょ、それでは夕暮れなモール到着です。久々、ちょっと先にご飯を食べに行こうかな。公設市場の上の食堂でも行きましょうか。2時までやったからね、今ちょうど1時なんで先にご飯食べて、でちょっと買い物フラフラしてもらおうかな。公設市場ですね。では上がっていきます。ここです。それではランチはこちら市場食堂にしましょう。公設市場の3階ですね、上にあるところです。結構ねいろいろな定食があるんで、迷ったらもうここに来たら、はい、空いてるし、意外と空いてるんでいいと思います。さあそれではこちらのおのび豚のヒレカツにしましょうか。ランチはねこれにしましょう。さあまずはマグロいきましょう。マグロです、美味しそう。金塊マグロでしょこれね、いただきます。さあ来ましたヒレカツです。おのび豚のヒレカツとなります。美味しそう。そしてでこれ八重山そばかな、そばついてますね。八重山そばのセットとヒレカツです。美味しそう、いただきます。お腹すいた。めちゃめちゃヒレカツジューシー、大きいねヒレが、めちゃくちゃ美味しいです。そして八重山そばも美味しい、これもね出汁効いてるわ、ここも美味しいです。ヒレカツ美味しいよこれ、結構大きいねヒレが一個一個ね。ごちそうさまでした。ヒレカツ美味しかったです。ちょっとねそばの方はやっぱ出汁が僕は合わなかったかも。ヒレカツはめちゃめちゃ美味しかった、あのジューシーさはなかなか出ないと思う、すごかった本当に。その分お蕎麦がね弱かったというか、出汁がね癖がちょっとあったかな。よいしょ、では公設市場久々にふらりと寄っていきましょうか。火曜日か、今日火曜日のちょうど本当に1時ぐらいなんですけど、あんまり人がいないね。
よいしょ。もっと人がいるかと思ったらガラガラです。それでは公設市場行きましょう。お邪魔します。よいしょ。何度か変わってから来てるんですよ。開けます。お、涼しい。なんかいろいろとお土産とか、パイナップルジュースいいな。ちょっとジュース飲みたいね。ご飯食べたばっかり。こないだこれ食べたんですよ。焼き芋美味しかったです。甘くてね。あ、ハンバーガー売ってるわ。石垣牛ハンバーガーとか売ってますね。こっち天ぷらとかかまぼこ屋さんです。あそこお酒が飲めたりするんですよ。ここ飲み比べのお酒があったりとか。ここ天ぷらですね。なんかいろいろやっぱ公設市場ってこんなにもねお店入ってるんですね。すごい。こっちで食べてもいいよね。さっき市場食堂行ったんですけど、こっちで食べても、はい、下でもねあれがあるんですよ。椅子と席があるんで、フードコート、ミニフードコートみたいなのがあるのでいいかもしれないです。それでは公設市場で100円のパイナップル買いました。なんか今だけということなので100円パイナップル買って、なんかうちのおかんたちがナイフ持ってきてるということなんで、後で切っていただこうと思います。なんかいろいろと店が、前来た時とかは閉まってるところもあったりとかね、やってましたけど、こっち行ったらあれか、730とか行くんか。お菓子御殿もあるわ。あー今日暑いわね。よいしょ。暑い、今日は暑いですね。いろいろ見て回ってるけど、あれやね、なかなか欲しいものがさすがにないか。この年になると物欲もないもんな。欲しいものとかね、服が欲しいとかお土産が買いたいとかないから、ちょっとこの後三栄か金秀さん寄ってちょこっと買い物して夜ご飯行こうかな。夜ご飯はあのホテルの前の居酒屋さんにしようと思います。やってれば、はい、うん。今日は天気、明日竹富島行くんで、この天気がね続けば嬉しいですね。ではでは夜ご飯行きましょう。それでは6時になったので夜ご飯食べに行きたいと思います。よいしょ。めちゃめちゃ今日は天気良かったね。夜ご飯はホテルの目の前の、今日は居酒屋さんにしましょう。よいしょ。一回あんまりお腹空いてないね、相変わらず。まあいいや、ちょっと魚メインでいきましょう。ではブラブラと歩いて、もう見えてねんけど、あそこに、あそこに見えてるんですけど、はい、そこまで行きましょう。昨日はがっつりお肉だったんで魚系がいいよね。で明日は竹富島に水牛でまた回る、あのパターンです。もう俺100周ぐらいしてるけどね、もう。まあでも行きましょう、せっかくなんで。で安永観光さんのツアーで申し込んでるんで、なんかね9時5分までに来てくださいねという感じでしたよ。よいしょ。なので朝ごはんを食べて、すいません、ありがとうございます、行かせてもらいます、すいません。
泊まってくれたらね、いいよね。すいません。よいしょ。はい。ではテルテルさん、テルテルさんって書いてあるぞ。テルテルさん行きましょう。さあ、このテルテルさん、ウリズン料理ってどういう意味なのね。分かる方教えて。ウリズンって何？なんかまあ地元の料理みたいな感じなんかな。多分そういうことですね。ウリズン料理行ってみましょう。さあ、まずはこの刺身盛りの台行きましょう。1600円です。そしてこの野菜チャンプルも行きましょう。700円。さらにヒラヤーチも行きましょうか。ヒラヤーチ。そしてグルクンの唐揚げも行きましょう。なんとなんとビールが7時まで300円、永遠に飲める。この壁にね、パパイヤの天ぷらがあるんで、そちらも行きましょうか。さあ、まず来ました、作りの特大盛り合わせです。美味しそう。いただきます。新鮮ですから。やっぱマグロですよね。やっぱり石垣はマグロ。やっぱりマグロダントツで美味しいわ。ほんまに美味しい。身がなんていうのかな、甘いんやね。ここやっぱり黒潮のね、海流に乗ってるから美味しい。マグロがやっぱり美味しいんです。美味しい。さあ、来ました、パパイヤの天ぷらです。塩でいただきましょう。パパイヤ。まあ確かにパパイヤって言われないと、パパイヤって分からへんわ。これ無理や。うん、美味しいよ。パパイヤっていうのが分からない。さあ、そしてヒラヤーチです。どうなんやろ、大阪でいうちょっとお好み焼き、チヂミみたいな感じですね。これ僕沖縄本島でも、ね、何回か食べたことあります。美味しいんでいただきましょう。さあ、そしてやっぱりチャンプルいきましょう。美味しそう。グルクンの唐揚げ、沖縄特有の魚です。いただきましょう。さあ、来ました、もずくの天ぷらです。沖縄ではもずくの天ぷらに行きましょう。さあ、チャーハン来ました。いただきましょう。最後の締めです。いよいよ。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかった。特にパパイヤの天ぷら、あれは絶品やってみんな言ってた。確かに他のお客さんも言ってたぐらいなんで、めちゃくちゃ美味しかった。ということで、はい、2日目も無事無事に終わりました。では明日は、はい、朝から竹富島に行きましょうか。もう、はい、僕はもう竹富島、はい、水牛で100周ぐらいしてますけどちょっと言い過ぎましたでもそれでも、はい、楽しいですからね、ああいうね文化は。前回ってそういえば、星野リゾートに泊まったんかな。そうやんね、去年楽しかったもんね。ではちょっと早めに帰って、もう8時ですから帰って寝ないとダメですね。ということで、おかんたちは、はい、めちゃめちゃ楽しかったみたいですシュノーケリングよかったよかった。僕は行かなかったんですけど、まあね、楽しんでいただけたら嬉しいですね。もうね、本当に。ということで、また明日ゆっくりお会いしましょう。おやすみなさい。